あのやっぱりねベクト選手がベンチにね下がるかどうかっていうのは苦しいので難しくなってきますよね、はい、まあ、だからこそ相手としてはやっぱりこの辺はちょっと対応を変える必要があるかなというのは思いますけど、まあ、オフェンス面はね本当にしっかり打ち込んでますよね。そうですね、寺島、はい、2ポイント決めていきます。上手ですね、やっぱりスクリーンの使い方が上手ですね、はい、3本連続でこの試合はキャッチアクションが成功しています、はい、そしてここでターンオーバー、速い寺島、はいはい、浮かしたボール最後はメイヨ、ケアしていかないといけないですね。ケアしていきたいですね。さあ第2クォーターが始まりました。まずはここも決めていきます、ニック・メイヨ。まあ、メイヨ選手も出だしのところが、ね、すごくパワープレーでいいプレーしてますからね。ですね。外、これもケネディ、うわー、ニック・メイヨです、ね、リバウンドを抑えて不入、はい、ここを決めていきます、ケネディ、ケネディ、これも外からのシュート、リバウンド不入、決めていきます。ファールですね、エンドワン、ニック・メイヨ、朝山、チャンスですね、ニック・メイヨ、外から決めていく、いや、お互いに外から決めていきます。ニック・メイヨ、スピンロールから決めていく、しなやかでした、マンツーマンで対応してますね。さあここはずれたところ、ニック・メイヨ、そしてコーナーが空いた、これは寺島シュートが入りませんでしたが、ニック・メイヨ、はい、決めていきます。うまく誘導してたんですけれども、そうですよね、後半は少し、ね、横浜に取らせてしまっているので、チャール・ジャクソン、はい、ここはしっかりと強さを見せます、はい、寺島、メイヨ、メイヨ、スリーポイント、これが吸い込まれます、吸い込まれました、ニック・メイヨ、はい、よく決めましたね、メイヨ、青木、もう一度メイヨ、ここはいいコンビネーション、ベクトンですと、まあ、ファール4つ目になってしまいます。ジャッジャストンからニック・メイヨ、ニック・メイヨ、外からのシュート、わーすごい、勝負強い、いいところで決めてきます、ニック・メイヨ、ニック・メイヨのピック、メイヨのスリーポイント、これが入ります。いや、メイヨ選手の4クォーターの出だしもそうですし、寺島、はい、ここローテーション早く素早く対応しましたけども、ニック・メイヨミスマッチをうまく使いましたね、うちのボールキープから逆サイド、寺島、パスですね、エクストラパスからケネディ、リバウンド、ニック・メイヨ、はい、ナイスリバウンド決めていきます。